こんにちは。こんにちは。食生活改善推進員協議会波野支部です。はい、8月の地産地消クッキングのメニューは何ですか？手間なし簡単かぼちゃの代わりコロッケです。はい、それではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。手間なし簡単かぼちゃの代わりコロッケ、4人前の材料です。かぼちゃ1/4個、干し椎茸3枚、鶏のひき肉 100g、 いんげん5本、生姜少々、ごま油大さじ1から2、味噌 30g、 みりん、砂糖、酒それぞれ大さじ1、水溶き片栗粉適量、寿司揚げ4枚、白ごま、黒ごま、サラダ油適量です。このかぼちゃはこの波野の地元産のかぼちゃを使わせてもらいます。まず最初にこの中の種と綿を取ります。説明した普通に喋りながらでいいでしょ。あ、緊張なんですね。だけど黙ってすんなと。いや、黙ってせんでください。黙ってしたら番組にならんちゃうじゃあいいですかね。はい、はい、これはおー危ね。茹でて潰すか、はい、もう今日はレンジでですね。手間なし簡単なので5分ほどですね。はい、美味しいかぼちゃの見分け方ってありますか？かぼちゃにはですね、オスとメスとあるそうなんですね。はい、それでかぼちゃのお尻の方の部分にこう丸いものがついてますよね。鼻の終わった後の部分が、はいはい、それが1個の部分と、もう1個はですね、なんか外の方に輪っかみたいになってる部分とあるんですね。その輪っかのついてる方のかぼちゃがなんかメスっていうかですね、メスの方が美味しいっていうことだそうですのでね、まあ、見分け方のポイントかなと思いますね。今日はインゲンを使いますけれども、はい、中にインゲンの代わりに緑のもので、はい、ニラだとか小ネギとかですね、そういうものを使ってもいいかと思います。そうですね、はい、お好みでですね、色合いも出てくるので、お味はもうそろそろいい、はい、そろそろいいかと思いますね。じゃあざるに、はい、じゃあ炒めてる間にさっきレンジでチンしたかぼちゃですね、これを落とします。私いつも食べて帰るけど、今日パン持って行けって言われたんですよ。楽しみですね。持ってくるの忘れました。あ、それは柔らかいかぼちゃとかいろいろありますが、その時は入れなくてもいいかなと思いますけど、こちらの片栗粉を今日は入れます。片方はこちらの油抜きした油の方に、油揚げの方に入れるのは混ぜておいて結構です。これをですね、裏返してあげます。裏返しは、こちらはですね、これをもうコロッケなので、まあパン粉やですね、そうですね、パン粉とかそういうのをですね、使わずに簡単にするためにこういうふうにする、衣代わりにするんですね。軽くですね、こういうふうにしてですね、お寿司、握り寿司するみたいな感じでちょっと軽くしといて入れると入れやすいですね。かぼちゃが逆に今度は衣代わりですね。で、中にこのこちらの先ほど炒めてあります具が入ります。お、はい、切ってますね、切ってますね、ちょっと待って、
先にじゃあ黒ごまからいきましょうかね、はい、でごまがつきにくいと思いますので、こちらの水溶きした片栗粉をですね、でちょっと水分を与えてあげるんですね、はい、そしたらごまがよくつきますので、